はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ヘブンパーズレッド始めていきましょう。今回はメインクエストをやっていくわけですが、まずは強化の回廊ですね。4階まで進んだので、その4階から回っていきたいと思います。オートで移動するってつまり1階からスタートなのか。これはアイテムなんて、戦闘開始。一気に片付けるぞ。え、4階から進められなかったっけ。さすが山内様。100個のスラッシュクオーレベルが上がった。結構これは頼もしい。すでに計略は歌に変わる。ペインリンク。すでに計略は動いた。早い。あっという間だ。進むでき。何かあります。だよな、これで、そうか、移動できるのか。とりあえず、まずなんかありそうなんで、まっすぐ行きましょう。これは中ボスじゃないね。意外とスラッシュクローが効かない。クロスギーがこういうとこは本当に有効だな。主人公属性だな。勝ちました。タワーも結構やるな。異様な気配で
レア度では身を取るんですけど、やりますね。ブレイクするしな。結構強い。勝ちました。この先あるのか、それとも雪止まりか。あるんですね。最高じゃん。そうでしょ。どっちが本当の答えなんだ。なら、もう一つ辿っていくしかないですね。ならば、死んだ世界戦線のリーダーを舐めないで。こうしてると戦線のことを思い出すわね。こっちも先に進めるんだ。行けるだけ行った方がいいのか。こっちとつながってて、結局どっちでも行けたりして、あ、どうやらそのようだしでした。すでに計略戦闘開始。巻きない時期。すでに計略は動いている。くー、いいね。ドラを鳴らせ。くらえ。このぐらいの相手だと、もう話簡単に倒せますね。リンク状況ってどうなんだ。フェインディングよりファインディングの方が強いのか。
ピアスでも？ピアスは星属性が変わらない。だからどっちがいいのかわからないな。ただおたまさん癒しを属性の方がいいのか。出たスラッシュクロー。エナジーがだいぶ減ってきたな。こっちが正解なのかわからん。こっち行き止まりだ。あ、もうすぐ出口ですね。強化の回路は少なくても10回まではあるんで、どんどん行かないといけないです。どんどん前に行きましょう。わらわの読み通りだな。私にお任せください。ナイス。ついに5回たどり着いた。2体倒した。残り1体。完璧な勝利であったな。勝ちました。あと14ですね。エナジーが毎ターン SP1 は嬉しいが、何かあるべき。
ハルが敵に会ってしまった。フージングクローはなんだこれ。完璧な勝利であったな。ハンピアス。ここまでだな、今回は。炎月の陣にて勝機を取る。よっこらしょっと。だんだん行きましょう。山脇様に邪魔させないよ。こういうのどう？私が続きますよ。さあ、追撃。強くなりましたね、すっかりね。倒しました。これボスクラスですよ。あ、ボスで、ボスでいいですね。ということで今日はここまでですね。今回はこうなってるんだから、こっちに戻らないといけない。どんどん行くぞ。何かありますよ。え、行き止まり？あれ？あれ？どっちも終点だ。どうなってんだ？現時点では進めないのか。いや、100% でコンプリートなんで、装飾の街道がこれで終了ってことか。ブレイク。一気に行こうぜ。進軍せよ。山脇様に邪魔をさせないでしょ。なかなかレベルが上がりにくくなってるな。ということでここまでか。CP が上がるんだ、売ったら。複数選択できないのか。あ、できてる、できてる。
あ、ファインディングがないんだ。限界突破の力？なんだこれ。ライフが残り3つ。ちょっとここのレベルだと敵じゃないからな、もはや要戦でも結構余裕なんだけど、ストーリー進めないから解放しできないからな。スラッシュクロウ硬い、硬いことは硬いけどな。でもこちらも硬いから、もうちょっとですね、次のターンまでかかる。ついブレイク。おたまさんもすごい戦闘を役立ってるな。さあ、クロス切りで一気に削った。これが諸葛孔明の策よ。次もちゃちゃっと片付けるわよ。闘技場には誰もいないんだったっけ。いや、スコアタックか。勝てないみたいで、まだ勝てないだろうけどな。まあ硬い。でも確実に削ってますね。恐ろしい。ついブレイク。そしてクレサンシクロウが襲う。あれ？あ、何もしなかった。これリカバー入る。
連続攻撃か。まあでもそんなにダメージ食らわんから勝てるな、これ。削るやつ。やった、破った。なんて装飾を変えるは記憶の迷宮 B10。 ああそういうことか。だから第2章 D1 をクリアしないとダメなんだ。これもう2つこれに使っちゃおう。経験値稼いよう。あ、でも思った以上に効いてない。高すぎり。溜めかける。で、ここで来ました。卵。あまり聞いてないな。これとどめ？とめですね。でもう一回再戦。うん、勝った。完璧な勝利であったな。
だいぶストーンを使用しないといけないです。帰りましょう。なるほど。まだ完全には修復できない。30分過ぎ経っちゃしまいましたんで、じゃようやくメインストーリー始めていきましょうか。なんだこのなるほど、あと一つですね。じゃあ行きましょう。行かんのかいってわけで。何が起こったんだ？だいぶ。二次層に行くと二部隊を起用できるんだ。とりあえずワープ、よし急ごう。一気に片付けるぞ。死んだ。何のこっちゃっていう感じですが、ま、強いな維持層。
全然話になんないや。さあ、これ第2章始めていきましょう。今雑魚敵だったもんな。雑魚敵でやられてるんじゃ。実際のところ切り込み隊ってどうなんでしょう。結局私たちは頑張ってよかったのかしら。それとも貧乏くじを引かされたのかしら。いや、そうとも限らないぞ。説明をして、さっぱりわからないから。お前は相変わらずだな。いいか、このまま順調に出世していけば、やがて士官として軍の中枢部に潜り込むことも可能だ。東条の母親の事故に軍が関わっているとすれば、情報も探りやすくなる。なるほど、ユキ天才じゃん。ただやたら時間がかかるのがなんだかな。うちがいたら百人力や。すぐこの部隊を出世させたるわ。でもその前に戦いで命を落としちゃうかもしれない。朝倉が戦場で死ぬ時は人格はカレンちゃんやからへえな。自分の意識ないん羨ましいわ。知らない戦いで知らない間に死んでいるなんて。いや、カレリンを傷つけるのよ。めぐみんは相変わらずデリカシーゼロだな。まだその呼ばれ方慣れへんわ。私は慣れてきた。お玉さんにつかさっちも慣れてきたろ。ええ、そうですね。まあユッキーは聞くまでもなしと。唯一否定する人間だけスルーすんなよ。慣れんわと答えさせろよ。仕方ないか。とりあえず今日のところは寝て、また明日に備えよう。ん？お母さんの情報、絶対に手に入れなくちゃ。でも何か引っかかるような。大変だけど明日は休日。休めるときに休まなくちゃね。外には出られないのかな。もっと強くなるわよ、ブンゴ。おい。そうね、今日もすごく汗かいちゃったもんね。それでいいのか情報員。え、大事な話をしようとしてたんだろ情報員。ユッキーケンケンうるせえよ。お前も仲間の話ぐらい聞いてやれ。話せよつかさっち。No. そこまでビビるなよ。私のお母さんのことについて気にかけてくれるのは本当に助かるわ。だけど一つだけおかしいことがあるの。なんだよ。記憶が曖昧でここに来た経緯を思い出せないの。物忘れが激しいだけなんじゃ。そんな年ではないだろ。じゃあ何？そもそもセラフィムコードってやつも、私らの知らないうちに四季が高揚するワードとして割り出されてんだぜ。うん。身辺調査で、それぐらいは可能じゃない。道場、お前は真実は一つと限らない。
それでなんで高揚する？え、わからない。なるほどな。どういうことだよユッキー。軍は記憶に意図的に介入できるってことだ。え、だったら特定の記憶を消せる可能性も否定できねえ。なんでつかさっちの記憶を消す必要なんてあるの？諜報員が本当ならヤバいものを追ってた可能性もある。例えば？例えばか、セラフの謎を追っていたとか。なっ、ここぞとばかりに重要なワードが飛び出てきたものね。またもセラフ。そうね、セラフには私たちが知らない秘密がいっぱい隠されているのかも。軍怖えよ。キャンサー側につこうぜ。あいつらと仲良くやっていこうぜ。なんと、いや食われるから。みんなはここに来た経緯を覚えているの？うん、当然やろ。ということは東条、お前記憶を操作されてるかもしれねえぞ。それはそうなんだな。ゾワッとすること言うなよユッキー。ゾワッとすることを言ったんだよ。え、私が？でもそんないつの間に。何？来ただけよ。それぐらいのマインドコントロール、ひと月もあれば済む。ここに来るまでに身体検査やいろいろありましたけど。身体検査、その間にってことでしょうか？そのタイミングしかない。東条がマインドコントロールされとるんやったら全部消しといた方が軍からしたら都合よかったんちゃうか、うん、何もかも失ってしまったら使い物にならないんだろうよ。え、どういう意味？立場的には逆だからな、諜報員。お前が提示すべき仮説だからな。今は私が言うけど。助かるわ、よろしく。何もかも失ったら戦う意味すら失う。どうして？今ので分かるよ。一言でズバッと確信をついたつもりでいるんだからさ。優しくお願い。ああ、もうめんどくせえな。家族を守りたいとか誰かの役に立ちたいとか、そういう記憶すらなくした人間が人類がピンチだからって最前線で戦う気になると思うか？確かに。だから最低限のマインドコントロールしか受けていないんだ。さすが諜報員。諜報員は私なのだけど。あ、間違えた。デーペリンか。いつお前の中で廃れるんだよ。何が？テヘペリンコというブームだよ。しょうもないこと言わせるな。だってブームは始まったばかりだぜ。始まったばっかりなんだ。イラッとするって言ってるだろ。とりあえずここまでの話を私のだけでもまとめてみたいのだけど、いい？ああ、おさらいぐらいは自分でできるだろう。やってみろ。私はお母さんの事故死を疑っている。お母さんはセラフの研究所長だった、うん、もしかしたら知ってはいけない秘密を知ってしまい消されたのかもしれない。そうだ、その調子だ。頑張れ。またカレンちゃんに応援されてるじゃねえか。その疑念を晴らさないまま。怖いよこの構図。なんだこれ。それが私の戦う意味になる、うん、そうだな。軍はマインドコントロールの技術を持っていた。配属されるまでの検査期間に記憶はおそらく軍に恣意的に改造手術、解散か。改ざんだ。そう、改ざんされていた。そこ
ここにお母さんの死の真相が眠っているのかもしれない。怖いなこの構図、うん、やればできるではないか。やったなつかさっち。うん、この調子でお母さんの死の謎も暴いてみせるわ。しつつでも今日は頭を使いすぎて疲れちゃった。そうだな、まだ問題は山積みなんだけどな。まあまあいいではないですか。その余裕はどこから来る。よし、霧のいいところで風呂入ってこうぜ。そうね。1日目クリアしましたね。ってことは今日は何の日でしょう。え、なんかの日だったか。覚えてないの。まさかお前の誕生日とか。ブー。じゃあなんだよ答えは。え、ユッキー以外の盆踊りの日。ユッキー以外の盆踊りの日。あっぶね、助かったわ。でも楽しいからさ、一緒に踊ろう。断る。じゃあユッキーも踊る日にする。お前のさじ加減一つじゃねえか。休ませろよ。朝っぱらからイチャイチャしとるの。もはや風物詩ですね。してねえから、うん、セラフ第31A部隊、直ちに教室に集合。んまた急な呼び出しね。なんだろう。いい予感がする。よし行こう。相変わらずポジティブなやつだな。作戦行動が発令されたわ。うん。とは喜べない。それって命をかけて戦うってことだよな。とはの前が聞こえませんでしたが。はい。よし来たーと思っただけなので。なるほどなるほど、そういうことでしたか。納得です。くるくるパーカー。早速切れさせたか。もう司令官がくるくるパーカーっていう人みたいになっとるやんか。人生でなかなか口にせえへんはずやで。作戦の決行は22日。22日後？これからその内容を説明します。作戦名はオペレーションプレアです。神奈川県南西にある旧国道246号沿いの秦野盆地に巣くうキャンサーを排除し、箱根の入り口となる拠点までを人類側に奪還する。あなたたちを含めて総計7つの部隊が参加するから大規模な作戦になるわ。切り込み隊であるあなたたちには先陣を切って盆地へ突撃し、密集したキャンサーを掃討してもらいます。セラーと言うたけど死んでも全然おかしない内容やん。まあ切り込み隊に任命された時から覚悟してたけどな。あなたたちが中心となってキャンサーを一掃した後、別の部隊が共闘歩の資材を運搬し設営を行う。共闘歩が完成したら盆地に残るキャンサーを排除して作戦終了よ。共闘歩ってなんだ。防御の拠点だろ。当然その間にもキャンサーの増援は来るだろうけど、あなたたちは周辺を守ることに集中して。見当むなしく共闘歩が破壊されたらわかるわよね。フライトゥーザムーンだな。フライトゥーザムーン。どういう状態だよ。まあ生身のまま月まで行ったら確かに死ぬよ。死ぬという意味では間違ってないわ。要はこの作戦が成功するかどうかはあなたたちにかかっているというわけ。そのあたりを踏まえて作戦に臨んでちょうだい。何か質問はある？オ
ありません。よろしい。明日から作戦に向けての訓練を始めます。訓練は 31B と共に行います。部隊長の葵さんは、茅森さん、あなたよりたくさん知識を持っている。葵さんっていう人がいるんだ。切磋琢磨に努めなさい。この私が彼女に身体的に劣ると？ルカさんは人気アーティストだったんですよ。関係あるか。しかもお前ら 31C の山脇と文吾の言動をトレースしてるからな。またデジャブを感じたわ。では解散。しかしまた訓練の日々が始まるのか。かったるいな。せっかくの休日だし満喫しなきゃな。まずは腹ごしらえだ。ほら、カフェテリア行くぞ。そうですね、記憶を迷宮は解放されたんで、そちらをやりたいと思います。もう20回まではあるんだ、少なくても。ってことは最初のは、とりあえず行ってみよう。最高じゃん。そうでしょ。速攻で片付ける。やりました。ルカちゃんウィン。はい。どんどん行くぞ。何かあるべき。
があるでけん。破った。ションリング、あ、ちょっと装備を変えよう。完全に上位互換ですからね。ん、何これ、強さ2が追加された。変更もできるんだ。でこれでおたまさんに入ったファインリングを装備させてあげましょう。こっちも あるんだろうか。倒せない。だからダメージを食らう。ちょっと敵強化されてない、やっぱり。討伐でも大きいな。行き止まりか。すでに計略は動いている。はい、あ、出口に立つ。
てると戦線のことを思い出すわね。うん、どうしました。行き止まりか。え、もう3階だっけ。この迷宮こうしてると戦線。アイテムなんて落ちてるのね。ゲーム、行き止まり。なんて落ちてるのね。あれはなんだ。バトルレポート。結構一つ一つの階層は短いな。夕暮れになってきました。いやいやいや、もう戻ってどうする。どっちが正解なのかわからん。行き止まりだからこっちだ。破った。死んだ世界戦線のリーダーを舐めないで。こうしてると戦線のことを思い出すわね。すでに計略は何かあるべき。もう4階です。何かあるべき。
こっちか。いや、いらない。進むでき。まあでもターンの最初に回復してくれるからな。入れ替えてもいいかもね。こうしてると戦線のことを思い出すわね。何かあるようだぞ。すでに計略は動いている。ブレイクまで攻撃つけた。してると戦線のことを思い、すでに計略は動いている。
りますよ。ちょっと待ってな。パワーリング。これはもう琵琶湖につけましょう。どんどん行くぞ。あっという間に6階です。行けるとこまで行ってみよう。単位スピン1話をどんどん行くぞ。声がつくんとなるとスキル使える状態で交代した時出てくる可能性が高いよな。一気に片付けるぞ。
山脇様に邪魔をさせないでっけ。行くわ。そんなのがあるんだ。何のその。いい感じじゃない。抜かしとこう。すごいでけ。まだまだよ。慎重に行きましょう。わらわを信じよ。何この感覚。砕けろ。いいぞ。こういうのはどう。やるじゃん。一気に行こうぜ。私にお任せください。ありがとう。勉強させてもらうわ。やめても勝ち確です。ありがとうございました。山内様、こんなのはどうですか。まあたしにかかればこんなもんよ。エナジーゼロか。しんどそう。結構行き止まりだ。 75% 解放してますね。じゃあ戻りますか。バトルレポート1ばっかりだな。キャラも入手できるんだ、ここで。はい、ということで、第2章ですね、始めた上に記憶の迷宮も、やっていきました。維持層はちょっと強いですね、これは。まあ、ライフ使うんで、今回ここまでとしたいと思います。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。概要欄、プレイリスト、ブログ、ツイッターございます。ツイッターのフォローお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。